あなたの記憶に残したいなと思うタイナです。僕はね、今来ているのはこちら東北新幹線の新花巻駅です。このね、新花巻駅っていうのはですね、結構いろんな列車が通過する駅なんですが、普通ね、新幹線の駅には備わっているとあるものがありません。それ一体何なのかと言いますと、こちらね、見てもらえばわかるんですが、対線がないんですね。本線しかありません。普通ね、新幹線っていうのは後続の列車にね、道を譲るために対比線というものがね、設けられているんですが、このね、新花巻駅にはないんですね。普通はですね、高速の新幹線っていうのはですね、通過線っていうね、ホームからちょっと離れたところで走るのですが、この新花巻駅にはね、通過線も対比線もクソもないのでね、すぐそばをですね、新幹線が高速で通過していくっていうね、非常にね、面白いことがね、見ることができる駅となっています。今日はですね、そんなすぐそばをですね、高速で通過する新幹線を見てきたということで、動画の方をやっていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。もう本当ね、すぐそばをですね、新幹線がね、通りますからね。手前にはまあ一応安全策はね、ありますが、でもこの近さですからね、迫力満点でしょうと言っていたらね、反対側からはやぶさ号がやってきました。まあこれはですね、通過する列車じゃなくて停車する列車ですね。盛岡始発のはやぶさ号です。伊予系新幹線ですね。やっぱね、新幹線ってね、かっこいいですよね。最高速度はね、320キロ。まあ、この列車はね、止まるので320キロでね、ここを通っていませんが、もう通過する列車はこの駅320キロで通過していきますからね。いや、ほんと速い。このね、新花巻駅、すぐそばでね、新幹線のね、通過をね、見ることはできるんですが、そもそもですね、ホーム自体狭いんで、ホーム上にいるとですね、強制的に超至近距離で新幹線のね、通過をね、見させられることになるんですね。なかなか怖いですよね。もうすぐそばはね、320キロのね、鉄の塊がフュフュフュンってね、まあ、通過していきますからね。いや、恐ろしい。まあ、鉄じゃないですけどね。まあ、何でできてるんでしたっけ？アルミかなんかですかね。今ですね、通過する新幹線をね、ひたすら待っているんですけど、この新花巻駅ってね、周りほんと何にもないですね。びっくりするぐらい何もない。こんな感じで駅のね、ロータリーちょっと越えたらね、すぐに住宅街です。あの住宅街すごい便利ですよね。徒歩3分で新幹線駅ですからね、東京まで一瞬で着いてしまいますよ。まあ、ですがね、住宅街はあるものの、お店とかはね、この近辺にはあまりなさそうな感じがします。まあ、このね、新花巻駅は街中から離れてますからね。街の中心街は東北本線の花巻駅ですから、だいたい電車でここから多分5分10分ぐらいじゃないですかね。まあ、そのね、電車って言っても汽車なんですけどね、釜石線っていうローカル線です。このね、新花巻駅ってだいたい1時間に、ね、1本ぐらいしか新幹線来ないんで、まあ、新幹線がですね、いないときはね、こんな感じで無人となります。もう誰もいませんね。ほら、もう17両分ホームあるんですけど、2つ含めて自分しかいません。貸し切りですね。優越感に浸れます。はい、ってことでね、今から新幹線が通過するみたいです。320キロの高速通過、一体どんなもんなんでしょうかね。お、お、来た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 、早っ、えぐ、やばってことで、一瞬で行っちゃいましたね。えぐ、320キロ一瞬でしたね。やば早いし、うるさいし、すごいな。迫力が段違いでしたね。まあ、たまにね、福島駅とかで、まあ、対比今まで見てましたけど、あれってね、通過線走ってたんでね、ちょっと遠いところ走ってましたけど、
やっぱこの距離はやっぱ異次元でしたね。やば、ちょっと震えるぐらいえぐかったですね。こんなの初体験ですね。はい、ってことでね、反対側の線路にですね、新幹線やってくるみたいですね。まあ、さっきよりはね、ちょっと距離があるんで、まあ、迫力はね、若干薄れるかなって感じですが、まあね、通過線をね、通過する新幹線よりはね、迫力があるんじゃないでしょうか。お、来た。来ましたよ、新幹線。おー、来た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 。今度は E5 系が先頭ですね。はいえあれですね、これ通過するときに風でこのロープがなびくんですよね。それだけね、強い風っていう感じです。あの新幹線の通過もう早いっていうよりもね、ちょっと怖いっていうのもね、出てきますよね。感情としてもうすぐそばをね、走ってるわけですからね。まあ、さっきのはまあちょっと遠かったですけどね。まあ、ちょっと距離はありましたが、もう迫力は正直この一番線を、ね、通過する、まあ、新幹線と、まあ、大差意外とありませんでしたね。まあ、どちらにしてもすごい迫力です。これなかなか体験できませんよね。東京とかじゃ絶対無理ですからね。都内だとね、そもそも100キロぐらいしか出さないんでね、僕は300キロの通過なんてね、東北の方まで来ないと味わうことができません。新幹線が、ね、通過してから、まあ、大体、ね、20分ぐらい経ったんですけども、柳子号がね、反対側のホームにやってきました。やっぱ東北新幹線のね、北の方って列車の本数かなり少ないですよね。もうかれこれ僕ね、ホームに何時間だ、1時間半ぐらいいるんですよね。それでまだ通過2、3本しか見れてないんで、通過をね、見るのは一瞬ですが、待つのには時間がかかってしまいます。まあ、でもその分面白いんでいいんですけどね。今ね、2番線に新幹線がやってきましたが、今度はね、1番線を新幹線が通過していくみたいです。来た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 来ましたよ。おお、風がえぐい。怖い。あ、一瞬だ。10号でしたね。ってことはあれですかね、はやぶさ単体でしたね。いや、一瞬だけど面白いですね。やっぱまあでもやっぱ近いと怖いですけどね。いや、皆さんもね、このハヤブサ号の、ね、通過一度はね、見てみてはいかがでしょうか。本当にこれ面白いですよ。まあ、怖いですけどね。結構お化け屋敷とかね、そういうものとはね、違った部類の怖さですけどね。それではね、この辺りで動画の方ね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちなみにですね、僕今日このね、新花巻駅で新幹線のね、高速通過をね、間近に見てきましたが、実はね、他にも何駅かでこういうね、間近で通過をね、見ることができたりするんですね。栗駒高原とかもね、そのうちの一つです。